次のテーマです。えー、っと排泄が変われば生活が変わる。はい。っとまた大きく来た。これはでも僕のね第<ー>大きく来た。でも今ね <laughs> あのオモズヒッターをいった人はすぐ分かずな半田清子先生がおっしゃられた言葉ですね。はい、もう、はい、もうすべ本当にね氷山の一角おもズヒッターの産休研修。 ででああるんすけどねのそこでも話浜先生話した時にその氷山の一角屋って排泄ケアで問題点そこの奥人で本当に家族関係だからおもつヒッター研修っていろんなところやるんですけどねその見たら制度政策のこともやったりとか福祉用語のことしたりとかリフトのこといろんなことをおもつのそのすべての福祉用語のことをするんですけどハウトゥーじゃなくてやっぱり思いはそこなんですよね。やっぱりそこの そしたらこの当て方したらこうですよねじゃなくてやっぱアセスメントがあって全てその一つのキーワードになって、うん、そしたらトイレが変わったら行けるとこ行けるね、うん、言うたら旅行行けるかもしれんとか、うんうん、今参加活動って言ってるんですけどそしたらこのままいろいろなその調査させてもらった時に僕刑事の接触演技を考える会でもねさせてもらった時に。 えと紙試験って、まあ、言ったら芸妓さん舞妓さんがおられる、うん、とこがいろんなんでそこのいわゆるそういうなんで食べることとかっていうのをやってみてどうなんかなと思ったのにやっぱりねトイレ見るとねやっぱりこれやったらちょっと厳しいなっていう亡くなる前に芸妓さん舞妓さんを一回でも見てほしいっていうのがちょっと僕らの思いがあってそういうのはちょっといろいろと動いてはいるんですけども、うんうん、この前その、えー、と調査というかあ,の、うん、あったんですけどそこでやっぱりトイレ見てもね、うん、全部は あれですフロアきれいなんですよ、トイレ一つも手数についてまか、ここはね、実際に調査報告で出したあれなんですけど、それっていうのは、そこまでいかないのか、でもそこまでのことを考え及ばないのか、想定してないのか、だからそこっていうのは、本当にちょっとしたことですけど、神社仏閣行ってもそうですね、このスペースだったら入れへんやろとか。よね だから家族をうちのスタッフでもいてたのがお母さんとかがこう、えー、と脳んのこさ脳出血された子がいてたりとかすると、うんうん、その子が言うのは自分が連れていった時にまずはトイレを考える、うん、どこにトイレがあるのかとたらトイレマップがキッチンあるので、うん、そしたらイオンモール行ったりとかでかすぎるとか高速道路は最近高速道路気になったんでいいんですよねって言った、うん、らどっちか言ったら下で。うん ご飯食べる高速道路だから僕は高速道路のサービスエリアとかあれはいいのって思います先生もそうだもんサービスエリアでなんかそうですよ行かれるでしょ何かあった時とか全部トイレも揃ってるうるたらフロアも広いきれい で言うたら見通しがいいっていうまあー田先生もねいろいろ気分に気分っていかれるやつですあれも僕もお伺いしたんであれですよ、ね、あれでもねそのねサービスエリアっていうのは僕は、うん、いわゆるその参加っていうところに対してはすごくいいところかなって、うん、で結構大きいし、うん、快適なんですよねもう空間的に、うん、ねあのさケースでさ、はい、排泄が変わって生活が変わったケースってさ、はい もう一例、ちょっと手応えになったケースの話を教えて。で、えっと、僕、そう解放期の話、これね、先にときにはね、こうやってうまい話してるけど、これ、うまくいってないの、この20倍ぐらいあるから、いや、そんなありますよ、だって、でしょかるそうそうですよ、だって、言うて、あっちゃーっていうこと、いっぱいありましたしね。けど、もう、そうなんで、俺ら、それでも前に進むしかないもんね。そそうううでですすねねねだからいいい話ににやもあの まあね喧嘩もするしねなすとねなすと最初で1年目2年目3年目そうじゃないですか暑い時あるじゃないですかそうだねこんなおかしいっていうでも理解しないと進まないですねプラスアルファにならないですけどねでも人がいいんだろうね俺理解俺そこの発想になかなかいかないのよもっと相手のこと分からないといけないとか理解はできないって分かってるから理解しようもう分からないですもんねだって まあまあでも本当にそのケースとしたら実際に回復期とかでしたら本当にまあ言うたら1回発症しゃて2回目の発症されたんですね CVA 発症されて実際にお母ちゃんがお尻拭きをされてたんですよね。なんでか言うたらままああ 言たらケアスタッフとかやってもらったら申し訳ないからもうその言葉聞いた瞬間に「いや病院や」っって申し訳ないならまあスタッフからしたら「まあまあやってくれるからいいか」でもこの人僕その時2年目か3年目やったんですけどまあ言うたらこの人予れ予測て正直できないかったんですよねこの人が良くなるとは言うが 実際そうしたらみんなで協力をしてこの人がトイレ行けるように考えてみませんかっていう話をして、うん、ほんならもともとの主治医の利害がウロウというかその器花の先生やあってで言うたら「もしかしたら可能性あるかもね」とか言っててだん,だん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 そうしたらそれをちょっとずつ PT とも協力してうん、うん、あのるよにしたりとか立位放置できるようにしたりとかしようかとか。うんとか あとは ST の工事の方がどこうとか注意障害があってで流すの流すて誘導してもらうときにでその前にもしちびったらどうするのって僕がやります僕が起きますとそれはケアしますって言ったんですけど本当にその人自立したんですよで立っておしっこするようになったんですよそれはただ単に予防予測をできてたかできてなかったできてなかったかもしれないでもちゃんとそれでそういう可能性があってみんなでよかったね家帰れたねお母ちゃんも 便の処理しなくてよかったねーっていうのがすごくあってそれをやっぱり共有できたっていうのがうそれはちょっと大きい体験だねはいだからそこはちょっと大きいですねはいまたちょっとまたコメントはい言われてコメントいつかしてますえー、っと藤原さんトイレの人を <laughs> 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 そうなんですよ藤原 <laughs> さんね、あのお会いしたときに、はい、僕見たときに、Facebook でいろいろと、トイレの人だって言われてます。すす <laughs> いやトイレの人じゃないんですけど、ね。犬井、はい、さん、極端な話ですが、看護師さんからパッドの当て方はおむつの選択でも保養に影響するのを目の前にして非常に衝撃的でした。はい、そうですね。そうですね。結構ね、あのミツバチハチって言うとみんな笑うんですけどね。わざかる世代なんですね。わざかる,分かる <laughs> でも多くないですか。ね。はい。はい。藤田、はいね、さん、排泄器やリハビリテーションの観光を待ってます。あ、はい。ありがとうございます。はい。はい。